まずですね、大洗町からお二人お呼びしました。魚屋本店の若旦那、とある時には暗号侍、大阪に。ちょっと中央の席にお願いします。そして、大和呉服店様、とある時にはイタリアタオル評論家。急遽、ツイッ
で3時半に、うちの前で、アンコ運動をやらせていただきますというツイートを、皆さんに流させていただいています。で開始時間がその30分後というですね、16時スタートで、人集まるのかなとか思ってたら、あるいはあるいはとこう30人以上、うちの駐車場にお集まりいただきまして、で、4時からアンコ運動のスローバージョンがスタートしたと。でなぜか手際よくこうアンコ運動のあのなんていうんですかね、振り付けの紙をコピーでしてきていただいた方がいらっしゃって、駐車場あちこちに貼ってですね、それを見ながらみんなで踊るという。で、スローバージョン何回か踊って、その後、リアルバージョンになりまして、一回切れたんですけれども、誰かがそのままリピートをしましたそれがまあエンドレスで続くという形になって、まあ、2、3回踊ったんですかね。そしたら雲行きが怪しくなりましたでこれ大丈夫かなと思ってたら、ポツリポツリと雨になって、おしゃべりになってしまったと。で自然解散という形になりました。以上がことの経緯となっております。ありがとうございます。大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。では続きまして、伊藤福建様から謝罪の方をお願いします。に何かお心当たりがそれにつきまして何かお考えがあれば受けたまわりたいと思います。山田さんお願いします頑張れ
僕たちよりも、もっと、社内スペースがいらっしゃいますので。朝日さん、ちょっと呼んでもらっていいですか、電話かなんかで。電話かなんかで。じゃあ、ちょっと、かけてみます。はい、はい、はい。お手洗いです。じゃあしばらくお待ちしましょう。